然の昼配信です。どうもこんにちは。キクさんハートありがとうございます。ジンさんバラありがとうございます。マクールさんタコありがとう。大吉さんかわいいありがとう。ヤッホー。あいたかさんだるまありがとう。今日はお仕事が午後からなのでちょっと時間あったので昼配信をしました。なんかいつもより遅いけど12時半になっちゃった。メイクを終わらせてからにしようと思ったら12時や間に合わなかった。モリモリさん愛してるありがとう。コウジさんハートとだるま。ゼットさん愛してるありがとう。コウさんだるま。サッターお断りです。トシさんラブレターありがとう。ヨシーさんハート。マチャルさんお断りです。コナンさんアルテミスさんだるまありがとう。ゼータンタコありがとう。真空ゲンさんカメさんだるま。マモルさんハートありがとう。シュンさんだるまありがとう。こんにちは。どうも。特になんか話したいことがあったわけでもないんだけど時間あったから配信してみました。パイノミさんだるま。 G2 さんかわいいありがとう。サトコさんハート。アルさんだるま。響さんエジリン。クアドリさんハートありがとう。センパチさんだるまありがとう。こんにちは。やっほー。みんなお昼休憩あと30分とかで終わっちゃうと思うんですけど悩んだんだけどね。しかも今ソタローが配信してるから同じ時間に配信したら一緒に出かけると思われるかなとかめっちゃ迷ったんですけど今日はで一緒出かけません。今日は違います。たまたまお昼配信してるだけなんだけど、いや2人がしてたらそう思われるだろうなとか思ってちょっと悩みました。本当は15分に配信しようと思ったけど、いや今からしたらそう思われるかな、まあ、思われてもいいけどどうしようかな、あどうしようかなと思ったらもう30分になっちゃいました。エリオさんアルテミスさんしんちゃんさんハートありがとう。いっちゃんレインボースター。クロさんオーカさんだるまありがとう。ありがとう。こんにちは。いっくんハート。パニーさんハート。パパパンダさんかわいいありがとう。ありがとう。クエスト番外編の前方より外れた。そうなの。落選当落か。うわー前方エリア。今日は9月20日だから意外とすぐもう福フェスだね。すぐですね。パニーさんマリありがとう。ジャーパングさんラブレターありがとう。日本に1店舗しかない限定フラペチーノを飲んできました。すごっ。1店舗しかないのすごっ。何味ですか。チョコレート。チョコの絵文字だからチョコレートかね。マポスさんかわいいありがとう。ドビーさんツグさんマッスンハートありがとう。 iPhone あそうだよ今日 iPhone ゲット勢いるじゃん。そうじゃん今日発売日じゃないですか。すごいね。今んとこどうですか。また感想教えて。ここが良かったよとか。すごい早いね。カイチュキャピさんハート。めちゃきのこさんかわいい。しげちーさんハートありがとう。もう発売だって早いね。早いよ
初日からゲットして、早いわ。私は出遅れて今から15を買う人だから、まだねちょっと行く気が起きないので、スマホね、携帯ショップ行く気が起きたら行きます。そんなに急ぎではないからゆっくり行きます。アンバさん、だるまありがとう、こんにちは。ギャラクシーをゲットします。ギャラクシー画質いいってやつ、ギャラクシー。ガバイトさん、だるまありがとう、こんにちは。いやえ、そうなん、ミートパスが新しい OS に未対応なのでアップデートしてない。え、危険じゃないですかそれ、今度オンラインお話会あるのに。え、対応するかな、それまでには。ミートパス、そりゃ困っちゃうよ。え、そんなことあるか、怖いね。参加しようと思ったら最新すぎて無理ですってこと。いやだ、それは困っちゃうよ。トニーさん、花束ありがとう。琥珀さん、ハートありがとう。今日は朝から稲刈りしてました。あ、暑そう、暑いな、えらい。稲刈り、なんか台風さ来てますよね。台風あれ何ですか、どういうつもりです、大丈夫かな、こっちに向かってきたの。いや全然来ないなと思ったよ、こっちこう置いてて、あ来ないじゃんと、私がフィュってこんな直角ヒュッみたいなさ、びっくりしちゃったんだけど、どうしちゃったの突然、驚きました。やだね。ヒーローさん、お断りです。ゆうちゃん、だるま。のぶろうさん、KT さん、ハートありがとう。みつさん、タコありがとう。日本が大好きなのかな、ね、そうだよ、クルージングイベントのたびに台風来るから。え、今回大丈夫かな。明日ね、クルージングイベントなんだよね。私はいないんだけど、第4回で第3回が台風で中止だったんですよ。台風大丈夫かな、いや日曜日かな、いや待って、大丈夫そう。なんかさ、ちょうど夜、土曜日の夜とかに広島あたり通ってない、大丈夫、危険なのでは。危ないのでは、海に出るのは危ないのではないでしょうか。あー、どうして毎回こんなクルージングイベントにかぶって台風が来るんだ。のぶろうさん、ハートありがとう。うわー、本当だ、土曜日は、でも日曜日の9時に広島通り過ぎてる予報のやつがあるから、だからちょうど広島に向かってきてたりするんじゃない、土曜日の夜は。やだよ。そう、海ね、この前の台風で学んだ、海を通過すると台風は力がみなぎってくるっていうのを学んだね。この前そうだったよね、日本通過してって一回下行って海でパワーチャージして、あ来るやばいと思ったら消滅したから、前回。怖いよ、めっちゃ怖いじゃん。クシャトリアさん、ハート。梅さん、ラブレター。レフトさん、だるま。シーサーさん、だるま。
パニーさん、ヒーローさん、のぶろうさん、ハートありがとうございます。ありがとう。無事に開催されたらいいけど、何事もなくね。しかも月曜日さ、オンラインお話し会だから、また前回もさ、オンラインお話し会もかぶってたじゃないですか、台風とね。え、大丈夫かな、広島は過ぎてるけど。月曜日関東側の方々無事かな。ひーちゃん推しだるまありがとう。あきつきさんだるまありがとう。 BVE さんだるまありがとう。やだね、困っちゃうよね本当に。広瀬こいちさん、いっきさんありがとう。たかしさん、ハート。マポースさん、優勝ありがとう。優勝。ちょっと今日前髪を切らないといけません。配信終わったら前髪切らないと。あ、でも切らなくて、どうです、切らなきゃかな、どう思う、長い、伸びてきたかな、どうかな。癖がついてますね。ちょっと切ろうかな。いつもこうちょっと巻くんですよ、こう巻いてパッツンにしてるの。巻くからいいかな、いいか、巻くし。私は切りすぎちゃう傾向があるから切らんとこ。いつも浮くんですね。そう、いつも眉毛が見えちゃう。前髪のなんか細い毛が出てきちゃった。いや。ごばさばさん、だるま。陣内さん、だるま。さんちゃんだよ、だるま。スタメンさん、だるまありがとう。陣内さん、マポスさん。ゼータン、かわいい、ありがとう。昼休みさん、ハート。ナルシさん、マリ、ありがとう。野原がいる、やばい。ねえ、野原呼び、やばい。そう、野原です。野原家の長男、おります。トールさん、お疲れ。トイさん、音符、ありがとう。そう、野原と今日は、一緒に配信してます。地方ワイツアー参加中です。お、なんか見ましたよ、 X で写真流れてきて、いろんな方の投稿がおすすめでおすすめされたの。浅草いたよね、浅草。着物姿の千穂さんとマイキューさんが流れてきました。楽しそう、バスツアー。しかも平日にすごいよね。落選もいたって聞きましたよ。すごいよねえ、バスツアー落選。浅草行きたい、行ったことない、まだ。浅草あれでしょ、うなぎのおにぎりのお店があるでしょ。あれは PR 舞台の東京の時に差し入れで、会場が浅草近かったから、その浅草グルメをいっぱい用意しました。ポテト、なんかおしゃれポテト屋さんと、うななっていううなぎのおにぎり屋さんと用意しました。楓さん、ハートありがとう。浅草、みつさん、レインボースターありがとう。
だるまもありがとう。でも差し入れが多すぎて、その時うなぎ、おにぎりさ食べれんくってマネージャーさんに譲ったちょっともうあげますって言って、なんか東京公演の時お寿司の差し入れあったんですね、持ち帰り用で。でうなぎ持って帰ろうと思ったけど、ちょっともう大変と思ってスタッフさんに譲った。こんにちは、尾崎セリカ、レインボースターありがとうございます。やばい、名前覚えてくれてないじゃん。 BD マンさんハートありがとう。アイドル大好きさんハートありがとう。きなこさんだるまありがとう。だるま、だるま、浅草、でも浅草は行ったことないけど、浅草の近くとかはあれ両国国技館とかのとこ近いよね。近いですよね。前お仕事で行った時にスカイツリー見えた。一条テルさんハートありがとう。ゼータン花束、ユタパパさんタコありがとう。ありがとう。そう、大相撲の時見た。アルテミスさんハートありがとう。暑い中人力車を押す人大変そうね。大変そう、すごいよ、絶対ムキムキ。私人力車絶対動かん、力がなさすぎて。すごくない？あれ体重制限あるんですか、人力車って。いくらぐらいするの、あれ乗るの。結構お高い？お高ですか？浅草は高いかな。浅草人力車料金、すごいじゃん。人力車のサイト見たら、お客様の予算、時間に合わせて提案しますって書いてる。優しい、優しいじゃないですか。おお、お試し、お一人様4000円、いいとこ取り、お一人様7000円。何いいとこ取りって。30分貸し切りで9000円、45分で1万3000円って書いてある。誕生月は 10% 割引。おお。おお。すごい。人力車。いや、絶対暑いよね。セリが乗ってくれるなら無料でやるどこに連れてかれるの私は。それでナシゴレン食べてます。ナシゴレンなんだ、バスツアーのご飯。ナシゴレンタイムしてんの。いいな。千穂さんとマイキューさんによろしくお伝えください。ナシゴレンすごい。ユタパパさん、お断りです。バスツアーするのはどこでしたい？どこかな？前回、富士急行った時は、結構車移動多くて、酔いそうだったから。でもバスツアーはそれが醍醐味なとこあるもんね。どこがいいかな？どこかな、
どこだろうかな。おたけさん、バラありがとう。ゆたパパさん、ありがとう。ありがとう。どこがいいかね。道の駅巡りとかしたいです、私は。みんなが楽しんでくれるかは分かんないけど、私は道の駅巡りをするしたい。道の駅行ってみんなでソフトクリームとか食べて、お土産コーナーとか野菜コーナー見て。でもバスツアーだと厳しいよね、ゾロ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 さなっちゃうから難しいよね。梅さん、ハートありがとう。コアクさん、ハートありがとう。あ、ハウステンボス、ハウステンボスいいですね。ハウステンボスでライブしてみたい。何県の道の駅行く？とりあえず徳島のくるくるなると行きたい。もう一回行きたい。全部見切れなかった、多すぎて。お土産コーナーがくるくるなると行って、徳島行って香川行って岡山。でも徳島集合だとみんなあれかな、大変かな、全泊しないといけなくなるかな。なんかでっかいサービスエリアとか行きたい。もう普通に観光、観光みたいなしたい。スタンプラリーで関東の道の駅制覇したことある。すごっ、関東すごっ。何個あるの関東。ケンチロウさん、ハートありがとう。遊園地でパセと並んでジェットコースターに乗る。パは人数分乗らないといけない。やだよそんな。やだよ、三半規管弱いのに3人目ぐらいで出ちゃうじゃんか。おえって出ちゃう。陣内さん、タコ。ハリーポッターメガネのひげおじさん、だるま、ありがとう。香川に道の駅に温泉ついてるとこがある。そこ行きましょう。そこ行こう。そこがいいね。それを最終目的地にして汗かいても綺麗で帰れますよっていう売りにしよう。ハムスターの気分。ハムスターってさ、あれ自分が足止めたらもうどうなるの？一回転しちゃうの？いや無理なんだけど。戦ってんの？ハムスターって。あれ降りれるんですか？自分で降り方わかる？大丈夫？一生回っとかなきゃいけないの？ひっくり返ってんの？ハム何回か回る。痛いな、やだ。テキサスのロースターさん、花束。ポストさん、ハート。カッチーさん、だるま。カベチョロさん、お断りです。ありがとう。いやあ、ハム、ハム太郎。ヒロロンさん、ハートありがとう。足の動きが追いつかなくなって飛ばされる。いやだー、つらい。ペダルと車輪と来た道と流しながらハムスターの動画見たら辛くなるかもしれない。ハム。マルヒノさん、ハートありがとう。じゃあ走り続けないと、立ち止まったらもうダメなんだよ。あ、厳しい世の中だ。ハムスターから学ぶ世の中、社会のそういうあれを学んでしまった。うわ、
ずーしみさん、マルヒのさん、だるまありがとう。ゆなさん、だるまありがとう。うわうわうわ、パセリが好きすぎて頭抱えてる。嘘つき絶対嘘。抱えてる自撮り送ってくださいってやったりやつ送ってくれたら信じます。ヒット祈願を絡めて価格の次第にパさんが挑戦する姿を眺めるツアーやだ。例えばどんなですか。みんながバンジージャンプの下で待機して私が上から飛ぶみたいな、そういう感じ。しんどいね、大変だわそりゃ。もうだって落ちる瞬間のさ、めっちゃ鼻の穴とかめっちゃもう全力で開いてるやつ見られるってことでしょめっちゃ嫌じゃん。記録係します。カメコタイムってことちょっと勘弁してください。バンジージャンプのカメコタイムもう全部もうまぶたがこうやって裏返ってるから多分風でうわーってやられて鼻の穴ブワー前歯歯ぐきーってなってるからちょっと勘弁して。歯ぐきのレタッチやだもん。血色よくしてくれるならいいけど。やだスカイダイビング超待機するじゃん地上で。へえ、離陸からお見送りもしてくれる。じゃあ私がスカイダイビングするときを離陸する前にみんながあの飛行機みたいに窓からさ、私がこう見とくからみんな水とかで床にこうお絵かきしてね。よろしく。それで見送って。いや怖いよ、超怖いじゃんスカイダイビングとか。のりさん、だるまありがとう。地上で文字作ってる本当になんか小学校のさ校長室の上とかに飾ってあるよね、そういう子供で作った文字みたいな。逆バンジー、いやん怖いよ、怖いじゃん。しのこさん、お断りです、ありがとう。めっちゃ怖いよ。なんか安全なバスツアーがいい、するなら。なんだろうな、安全なバスツアー。もうやっぱ道の駅だよ、道の駅は安全だから。それ以外やったら、いや、やっぱアイス工場の見学ツアーも行きたいし、今度のファンクラブイベントの時にファンクラブのさ担当の会社の方と多分会えると思うので、その時に言おうと思ってます。次アイス工場とか行きたいです。そういうツアー行きたいです。OK か分からんけど。アイスレモンさん、ハートありがとう。バスツアー、あ、カルビーの工場見学いいね、いいですね。広島、スカイフェールさん、ハートありがとう。壁スレスレの、あ、崖スレスレのバスツアー無理、私ああいうの怖い。なんかそういう映像を見るだけで怖い。通学路が崖スレスレとかあるじゃん、よくあの世界丸見えとかで怖い、めちゃ怖。コンスメパンチツアーはいいね。コンスメパンチツアー
コンソメ、コンソメ、コンソメパンチ。コンソメパンチ好きです。コンソメパンチ、ちっちゃい頃からずっとコンソメパンチ派だったので、九州醤油と出会って九州醤油も好きになって、でこの前あの淡路島の玉ねぎ味と出会って、玉ねぎ味も片揚げポテトだけど、どん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 好きな味が増えてって困ってる。もうどんどんさ新しいのが出てくるからさ、DD なんだけど私困ってるんだけど、でもコンソメが最初の推しかもしれません。初代のポテチの推しはコンソメパンチかな。ニッシーハートありがとう。ミータピポさんハート、いちご大福さんハートありがとう。ゼータレインボースターありがとう。まさみさんでっかハートありがとう、ね、いっぱい食べちゃう。指が美味しいポテチって、ここのこことここが美味しい。コンソメパンチ、あの日さスタッフさんがこう動画撮影してて、何用か分かんないまま TikTok 用かなと思ったんです。ちょっと噛んじゃった。 TikTok 用かなと思って撮ってたら、なんと LINE で来るっていう、 STU の公式 LINE で映像が送られてきてびっくりした。見ましたか、あの東京公演の日、 STU から通知来たと思ったらさ、まさかの使われてた。見たかい。そう、しかも私昼と夜で髪型変えたんだけど、パセリの昼の髪型の後に夜の髪型が映って、あ違う逆だ、夜の髪型のパセリの後にすぐ昼の髪型のパセリが映って、でそれでさなんか全然違う人みたいになってた。一人二役みたいになってた。公式 LINE あるんですよ STU の。おすすめだよ。お正月とか動画来る、メンバーの動画が来たり、公演何時からですよって LINE 来たり、グッズの販売始まってますよとか届いたりします。おすすめ、おすすめだよ。私も登録してるよ。公式 LINE、 うん、あ、そう、あ卒業するメンバーの動画とか来る。アーシャーこう外すやつとか、よっこらしょって外す、あの卒業公演の次の日とかに来るやつがあります。だからおすすめ、おすすめだよ公式 LINE。かいちゃんハートギフトありがとう。あれね、でも壁写を見る機会がないんですよ普段。メンバーロビー通らないじゃないですか。でお見送りして出たらもうないから、壁写を見る機会ないからさ、なかなか、そう結構激レア、激レアな存在壁写。そうだね、劇場じゃないから、そうそうそうなんです。ジェットさんアイスありがとう、ありがとう。おすすめだよ。あの LINE スタンプとかを試したい時もおすすめ。LINE スタンプ買ったけどちょっと誰かに送りたいどうしようって時も、公式 LINE があったらそこで試せるからおすすめ。ぜひぜひだよ。 LINE 来た今、嘘今来た、
あ、香川のやつか。香川のやつね。文化祭みたいなやつ。ナイスタイミングじゃん。いや、わかる。文字送って帰ってくるパターンのやつあるよね。でも残念ながら STU はないんだよね。であるよね、そういうやつ。この単語送ったらこれが来るみたいな決まってるのあり。ミックさん、バラありがとう。あ、そうです、ソタロウ。そうです、ソタロウのやつ。多分今 LINE 来たやつ、ソタロウのやつ。こんにちは。メンバーが身長測った線が壁にある。いいね、めちゃ良い。私もばあちゃん家の壁に、壁のあの柱みたいなところに身長の線が書いてあるやつがねあってね、それをメールで送ろうと思ってこの前写真撮ったんですよ。そしたらさ、もう妹の名前もあるし、いとこの名前も書いてるし、で柱だからやっぱ木だからさ茶色くて、鉛筆で書いてるからどれが木目か名前か分かんなくて、もうぼかしようがないの。送るの諦めた。もうどれか分からん分からんと。結構こう接戦みたいな、私がこれでいとこがこう伸びてきてとか、そういっぱい書いてあった。多分お父さんとかのも書いてある気がする、親世代のやつとか。いろんな線があった。愛媛のカープ大さん、だるまありがとう、ありがとう。唐揚げくんのコンソメパンチ味、え、コンソメパンチすごいじゃん。唐揚げくん、唐揚げくん今何味がある？また増えてたよこの前、すごいね。ミックさん、ハートありがとう。唐揚げくん、唐揚げくんはレッド推しです。レッド、レッド。ヤスさん、ハートありがとう。チキンナゲットはもう何もソースつけない派です。バーベキューもマスタードもなしでいい。あの素材のあの塩味でいけます。ちーさん、だるまありがとう。つけないのが美味しいね。コンソメキックとコンソメチョップもあった。え、そうなの？コンソメパンチじゃなくてってこと？コンソメキック、コンソメキック、メロンパンなの、メロメロパン。ケンシロウさん、ハートありがとう。天才の海鮮丼食べたいさん、ハートありがとう。天才の海鮮丼すごそう。かいちゃん、だるまありがとう、ありがとうございます。マックのエビプリオ、え、プリプリエビプリオ気になるよね。どんだけプリプリしてるのか試してみたくなる。プリプリ。あと私はサンマルクの究極のチョコクロってやつが気になってます。どんだけ究極なんだっていう。普段からさ相当美味しいのに、さらにさらに美味しいってことでしょ、究極っていうから気になってますね。プリプリエビプリオと究極のチョコクロ。プリプリプリ
チョコクロ美味しい、大好きです。どう違うんだろうね。この前はインスタグラムで流れてきたんよ。インスタグラムで流れてきたと思ったら、あずささんの投稿だった。もういつもね、投稿が美味しそうなんです。あずささんの投稿、美味しいものが、広島とか岡山の美味しいものが流れてくるの最高なの。フレンチトースト、わ、フレンチトースト美味しいよな。フレンチトースト26日まであと6日しかないじゃん、やばい。そうなんや、26日まで。わかった、覚えとく。早めに行かなくちゃ。26、26、26。フレンチトースト好き、私も。フレンチトーストの好きなところは、耳がカリカリなところ、カリカリがいいです。生地はカリカリ派、カリカリでジュワジュワなところが好き。バター系のパンもジュワジュワカリカリが好き。美味しい。でもお家で作ったらさ、できないの、あれ。お家で作るフレンチトーストなんであんなしなしななんだろう。なんか液がさ、ひたひたで、なんかわかります、びちゃびちゃみたいな、なれならない、なんなんだろうね。液が多いのかな、浸しすぎ、そうなのかな。あとなんか多分液がほんと多いんだと思うけど、フレンチトーストなのにちょっとなんか卵焼きみたいな、表面卵焼きかなってぐらい液がついてたりして、なんか違うなみたいな、なっちゃう。あ、広島タワレコに設置しました。皆様、広島タワレコお近くにお住まいの方や用事があって行くよという方、ぜひお先セリカ生誕メッセージカードよろしくお願いいたします。あの10月4日にサヤンのイベント行く方もよろしくお願いします。パルコなのでよろしくお願いします。やったー、書きに行かなくちゃ。私も水曜に行ったのに、そうだよね、トタローの生誕祭だったもんね。書きましたか。今いっぱいあるんじゃない、いろんなメンバーのやつが。タワレコ、ね、書かなくちゃ、書かなくちゃ。マイカーの詳細はもうそろそろ出ると思います。もうそろそろです、そろそろ出るよ。岡山マイカー、岡山マイカーは出ますよ。メッセージカード店長としてめっちゃ嫌じゃん。あのパルコで、パルコのあの階段エスカレーター登ってタワレコ行ったとこで立っとくの気まずいよ、めっちゃ気まずいじゃんか。アイドル大好きさん、だるまありがとう、こんにちは。岡山行か、10月4日です。10月4日、こんにちは。え、イベントスペース店長イベントスペース、私結構行くけどさ、みんな行ってくれてます？イベントスペース、私もなんかイベントしたあそこで。あ、
明日博多駅にも設置します。お、博多駅にも設置してくださるそうです。皆さん博多駅でもかけます。福岡勢の方、そう、クレイジーママキングダム、そう、岡山初めて行くかも私。ドキドキドキ。遠征した時行ってる？ありがとうございます。あそこに行くとあやぱんがいるから、あやぱんのパネル飾ってあるから、あの懐かしくなっちゃう。あやぱん、メンバー近くにいそうでいつも気まずい。いや通ってるんだよね、よくね、あそこのイベントスペースを見に行くんですよ。ファンの方が いたりするんだけど気づかれなくてあっと思って、ガチャガチャコーナーとか行ったりする、近くにあってね、目の前にガチャガチャコーナーがあるんですけど、でガチャガチャコーナーとかからこうやって見てるけど全然気づく気配ない、本人いるのになと思って見たりしてます。そう、普通にイベントとかない時、公演がない時とかはいる。公演ある日は行ってないけど、人多いかなと思って。パルコ、あのね、 STU のイベントスペースがあるフロアはお洋服屋さんがあるんですよ。お洋服屋さんとガチャガチャがあって、そうなので、無印良品とか行くときもその道を通ったりするから、結構メンバーいるかもしれません。ガチャガチャガチャ。コウスケさん、だるま、ありがとう。気づかないふり、あ、そうだったんそうだったんですか、気づかないふりしてくれとったんか。シンプルにオーラがないかと思っただオーラは鎖骨からだから、今日は私オーラないです。あ、今日私の T シャツはコンプラウサギ、オキさんのコンプラウサギ着てます。着すぎてちょっと首元よれてきた気がする。大変。そう、オーラは鎖骨からって5年前に教わったの。 STU 入ってダンスレッスンの時に先生がオーラは鎖骨から出るからここからオーラを出しましょうみたいな言ってて、でも今日はちょっと服で隠れてます、私のオーラは。そう、コンプラすぎです今日。でもコンプラ守ってる、めっちゃコンプラ守りすぎ。服、鎖骨、確かに冬は厳しいかも。鎖骨好きです。鎖骨好きか、鎖骨、鎖骨の出てる服この前お話し会で着たからさ、早く2回目着たいけどちょっとタイミング難しい。鎖骨また出してるよって思われたら嫌じゃないですかね。あかりんさんが言ってたから、写真集の写真でいろいろ出したら今日のラテで騒がなくなったみたいな投稿を見たから、鎖骨は大事にしていかないと、みんなが鎖骨に慣れすぎたら大変。ノースリーブだってそう、ノースリーブ毎日着たらみんなもうはいはい今日もノースリーブねってなっちゃうから、大事に大事に、もったいぶって。鎖骨、え、来年の生誕って鎖骨にするのもいいだな鎖骨柄誰が買う。
ガリガリに見えるかな。かシックスパック、サコスとシックスパック柄の生誕T とかだったらみんなガリガリか。ガリガリ、でもそういう服あるよね、鎖骨とか。鎖骨は分かんないけど骨とか。鎖骨エイリーさんハートありがとう。鎖骨、その曲懐かしい。なんだっけ、よく考えよう、お金は大事だよ、なんかアヒルのやつ、アフラック、懐かしいリズムだ。ちつさん、こはくさん、ハートありがとう。アフラックや、懐かしい。あのアヒルめっちゃ流行ってたよ。アヒルのキーホルダーとかあったもん。アヒル、アヒル、懐かしい CM。 あのお肉の CM とかわかる、お肉の焼肉のタレの CM とか、東丸のうどんスープとか、キツネ、たぬき、あ、そう、晩餐館だ、焼肉のタレのやつ、晩餐館。日本食券みたいなやつとか、やっぱ頭に残るよね CM って、大事だね。東丸の CM、 そう、なんかパターンがあるらしいですね東丸。この前そちゃんに東丸兵庫県なんだよって言われた。兵庫県って知ってるのって、昨日かな、一昨日、昨日か一昨日言われました。ちょうど東丸、なんかさ、メンバーとお出かけしてさ、東丸の話出るのどんな流れだったんだろう、なんでだったんだろうか分かんないけど、急にねそういう話になって言われた。東丸、うどんスープ、いや、うどん屋さんを見たわけでもなく、なんか分からんけど急に東丸の話になった。なんでだ、東丸、前に流れる、ずっと、やばい、今日一日中流れるかもしれん。九州のうどん、え、九州、あのポータマ分かりますか、ポータマ、沖縄のポータマのさ、お店あるじゃないですか。で福岡にこの前会って見たら、福岡限定ごぼ天味ってあって、やっぱうどんもそうだけどごぼ天お米にも合うんやと思ってびっくりした。ごぼ天うどんじゃん、福岡のうどんといえば。ポーク卵のね、そのおにぎり屋さんもね、ごぼ天だった。博多限定。ポータマ。東京駅にもあるよね、ポータマの店。ポータマ。ごぼ天と、あと明太子だったよ、福岡は。ごぼ天、 HKT さんの番組もあったよね。ごぼ天、ごぼ天、ごぼ天、ご
好みソースにも東丸あるけど、うどんの東丸とは違う。東丸違い。東丸。東丸。私喋りすぎてるね、また。半に終わろう。1時間しちゃった。この後お昼ご飯タイムにします。みんなのお昼ご飯は何かな？うどん？うどんかな？カレーあ、いいね、カレー。つけ麺、餃子あ、いいね。あ、月見バーガー、あ、月見バーガー早く食べなきゃだった。ヤマちゃん、ハトありがとう。サバほぐし、サンドイッチ、カルボナーラ、びっくりドンキー。びっくりドンキーは絶対ガトーショコラパフェ。ガトーショコラパフェ。あとあのイカのさ、サイドメニュー気になってる。あれ食べたい。あれよろしく。海鮮焼きそば、わーいいな。エビとかイカとか。ハッピーターンでした。え、小食、昼ご飯ハッピーターンなん。え、午後一の豚まん、おー、つけ麺、ハッピーターン、それは昼ご飯なの。しょうさん、ハートありがとう。聞いてほしい。そう、あのね、ハッピーターンで思い出したけど、ちょっと全然関係ないんですけど、この前あやぱんにもらったあのチョコレート屋さんのフィナンシェがついになくなりました。食べきってしまったよ。食べきっちゃった。5袋あったんですね。でお母さんに1個あげて、お母さんの妹に1個あげたので、ソタロウに1個あげて、で私2個だったんだけど、ついに昨日と今日でもうなくなってしまったので、悲しい。それを思い出しました、ハッピーターンで。あれ美味しかったからまた買う。あれ買います。この前調べちゃった、欲しすぎてネットで調べた。おすすめ、フィナンシェ普段食べないけど、あのパンちゃんがくれたフィナンシェは外がちょっとサクサクな感じだったの。私さ、サクサクしてるものが好きだから、もうドンピシャタイプで、ホテルチョコレートみたいな名前だった。ホテルチョコレート、あ、ホテルショコラだった。ホテルショコラの、ホテルショコラって店のね、チョコじゃない、チョコじゃない、フィナンシェ。ちょっと一回嘘教えるのやめてほしい。嘘挟んでからするのやめてほしい。ホテルショコラのフィナンシェがめちゃくちゃ美味しかったから、あやぱんに大感謝です。ホテルショコラ、わ、めっちゃ店舗あるじゃん、超店舗ある。え、こんなに店舗あるのに、ちょっと待って、中国四国地方ない。つらい。東北、北陸とかあるよ。仙台、富山、東京に 1,2,3,4 店舗で、神奈川に2店舗、千葉に2店舗、埼玉に2店舗、中部地方に2店舗で、関西は 1,2,3,4 店舗で、中国四国地方が0店舗で、九州が1店舗っていう。あれ、
いつもね飛ばされます。中国地方、中国四国地方だいたいなんかライブとかも飛ばされがちじゃないねえ。ライブとかもだいたい東京、大阪、名古屋、福岡来ないんだけど、全然どうして悲しいよ。ボンさん、アイスありがとう。パセリの力で激弱よ私。うわー、みんな美味しいお店がもっといっぱいいっぱい増えていけますように、増えますように。パンちゃんがシェイクシャックできるの羨ましがってた。福岡ないのに広島にできるって言って羨ましがってた。イエーイ。広島駅が新しくなったらシェイクシャックもやってくる。イエーイイエーイ。きっとみちゅさんの力や。みちゅさんシェイクシャック大好きだったからみちゅさんのおかげや。ジェリーさん、ハート、おみかんさん、愛してる、ありがとう。もう、あ、終わる時間来た。終わる時間でございます。ね、パンちゃんの写真可愛かったでしょう。メールだけ限定だよ。シェイクシャック、え、この前そう食べたんだよね、ユニバで。わお、わお、わおってなった。で今日の昼配信でヘアアイロンしようかなとか思ってさ、電源ちゃんとコンセントまでつなげてさ待ってたのに忘れてました。1時間ずっとペチャペチャくちゃ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 、なんかちょっとなんかくちゃらーみたいだった。ペチャクチャ喋ってしまいました。おしゃべりしちゃった。みんな咀嚼するときは口を閉じて気をつけてお食べください。おみかんさん、ファイト、ありがとう。いっぱい喋っちゃった。ナオトさん、ハート、ありがとう。完全に忘れてました。なんか髪の毛今日モワモワだなって思ってたんよ、ずっと画面見ながら。なんかモワモワだなって。パパパンダさん、ハートありがとう。咀嚼かけない、確かに咀嚼って難しい。テロップ咀嚼にしよう。咀嚼、あ、咀嚼、え、むずいね咀嚼。はい、咀嚼これだった。じゃーん、咀嚼、ドドン。咀嚼です。ね、難しい、いっぱいなんかある。自分の名前が咀嚼って名前だったらさ、どういうもしも話、もし咀嚼って名前だったら結構不利じゃない、テストとか。よーい、始め。お先咀嚼ね、結構な画数よ咀嚼。咀嚼、めっちゃ言うな咀嚼。え、不利あるよね、やっぱそういう名前のさ画数の不利。何それ、なんか、え、何それ、何ですか、なんて読むの、そのなんか鬼滅に出てきそうな名前、鬼滅みたいな名前、何
すごい。鬼を取ると読める。りみ、あ、ちだった。初っ端から間違った。ちみもうりょう、ちみもうりょう。モロクズノア、モロクズノア絶対にやばい。モロクズノア絶対テスト大変じゃん。すごい画数。モロクズノア、岡田あずみ、いや岡田あずみいいね。石田みなみ、岡田あずみ、ひらがな系いいですね。しかも丸っこくて可愛い。あとかさ、みとか丸ってしてて可愛い。おねるばあさん、ハートありがとう。浜田響き、確かに浜田響き、そうね、結構詰まってるね。響き、浜も難しい方だしね。浜響き、ゆずりだるさん、ハートありがとう。でも結構尾崎セリカもなんか長く感じるんだよね、いつも。セリカ、セリカ、浜と響き、かわいい名前、かっこいいし、かわいい名前。あ、習字、確かに画数多いと習字大変だよ、絶対ねえ。ほんとだよ、詰まっちゃうもん。めっちゃ細くさ、この先っちょで書かないと大変だ。わあ、すごいな、画数多い人。セリカのりでもむずいのに。セリカのりは里っていう感じなんですけど、この四角の中の穴が4つこう開かないといけないけど、だいたいもう埋まっちゃう、墨で。難しい。左利きの招き猫さん、ネギさん、ハートありがとう、ありがとう。終わる終わる詐欺してる、また終わる終わる詐欺、終わり、終わるぞ。34分、まあ許容範囲、許容範囲だよ。では今日は午後から活動なので、お昼ご飯を食べてしっかり体力をつけたいと思います。皆さんもお仕事、学校はさすがにもう始まっとるか、授業、お仕事など、家事など、睡眠など頑張っていきましょう。みゆらっちさん、ハートありがとう。うん、これから咀嚼します。咀嚼。それじゃあ壇上を呼びます。あ、そうだ、ちほさんとまいきゅうさんのバスツアーの方も楽しんで、楽しそうだったもん、写真が。楽しんで、熱中症に気をつけて過ごしましょう。それでは行きます。13位クワドリさん、12位琥珀さん、11位ミツさん、10位マルヒノさん、9位ゼータン、8位しんちゃんさん、7位ユタパパさん、6位アルテミスさん、5位トニさん、4位マポスさん、3位ゼットさん、2位カエデさん、1位ジーツーさん、ありがとうございました。ありがとう。ではまた夜配信でお会いしましょう。また夜、ありがとう。午後も頑張ろうね。